私はただ、キョウ君を、相馬からも、呪いからも、誰からも奪われたくない。キョウ君が一番大切だから。許さないとか言うなんて、じられません。もしも本当にそう言ったのだとしたら、私は、お母さんに反抗せざるを得ません。だってそれでもどうしたって、キョウ君を好きだって思う私は、認めてもらえないんですか。トール、待てよ。泣かないで。泣いているのは誰？キョウ君。キョウ君を追いかけなくちゃ。私の大好きな人、あなたに会えてよかった。キョウ君には辛いだけだったのかも。不器用な優しさが嬉しかったです。笑った顔も嬉しくて変わっていった。どんなものより、ただキョウ君、あなたを好きになっていたから、好きだから出欲しくなかった。どこへも行ったことで私の気持ちを傷つけてしまったけれど、もう泣かないで。どうか諦めないで生きて。でもどうか、どうか生きて。例えば隣に私はいなくたっていいから。もう大丈夫ですよ。聞こえますか？届いていますか？どうか。分かった。いいから黙って。